式部将は、日本の律令制における八将の一つ。和名は、のりのつかさ。天平法治2年から同8年の間のみ文部将に、改称された。大学寮、三位寮の二寮を干章していた。東名は、理部将または、理部。もともとは、天寺、天務朝に存在した法官に由来する官士と、見られている。文官の人事効果、礼式、および戦、戦場、 交渉を司り、役人養成機関である大学寮を統括するため、八章のうちでも中塚佐章に次いで重要な章とされてきた。そのために長官である式部教は重要な役とされ、公認3年より4品以上の新能が認ぜられる慣例が出来上がっていった。これに近いものとして、同じく4品以上の新能から選出された中塚佐章の長官である。 中塚佐教などが挙げられる。ただし、南北朝時代に二条義元が、百両君幼少の中で、式部教の就任要件として、第一の新王勢に人数と時き、諸新王の中で持ち筋、経歴、学識に最も引い出た者が就任する感触と考えられていた。実際、平安時代前期の式部教は、桂原新王や時安新王などに、 代表されるように政治的な見識の高い実務に通じた親王が補えされることが多かった。だが、次第に、見識よりも天皇との血筋関係が人間において重要視されるようになると、式部教である親王に代わって、式部大輔が実質的な長官となった。式部大輔は、受学者で天皇の持続を務めた者が就任する官邸となっており、受学者である 日野家や菅原氏、大江氏の中から任せられ、特に菅原氏や大江氏の人間が参議になるための養老としての役割も果たしていた。そして参議となってからも式部大輔を検体することは差し支えなかった。そして式部長の次官である大輔及び将遊については両方の喧嘩を同時に任ずることはできないこととなっていた。以上で述べた式部長の重要性から、 式部省の方眼である式部大進及び式部省進は嫌官とされ、毎年正月の上位では四人いる式部、進のうち上老者一名が十五位下に除せられるのが慣例であった。式部、進などの嫌官を務めて5位に上された者には受領に認じられる資格があった。五位となった式部、進のことを式部大部と称した。また、 六位クラびとで、式部大進む、または、式部省進むを兼職した者は、特に昇殿を許されたために、天上の進むと言われた。なお、大法令、養老令では、総任以上の官人の任命は、大上官が行い、武官の人事効果に関しては、表部省が担当することになっているが、現実には、人事管理に関するノウハウを持っていたのは、式部省のみであり、さらに、 人事効果の判断材料となる儀礼に関する規定を設ける監視でもあったため、少なくても旧世紀中頃まで指揮部省が武漢の人事に関してもたびたび関与し、大上官の決定に対して、異論を挟んでこれを覆すことすらあった。大輔以下の定員は以下の通り、ありがとうございます。